中島みゆき、1952年2月23日帯は、日本のシンガーソングライター、ラジオパーソナリティ、北海道札幌市出身。1975年にシングル、あざみ城のララバイでデビューした。公式ファンクラブ名は、ナミフク。オリコンにおいて、4つの年代にわたって、シングルチャート1位を獲得した、唯一のソロアーティストであり、 他のアーティストへの提供曲が5つの年代にわたってオリコンシングルチャート1位を獲得している。また、自身の歌唱も含めると、作詞、作曲を手掛けた作品が5つの年代にわたってオリコンシングルチャート1位を獲得したことになる。祖父は、帯広市議会議長なども務めた中島武一父、新一郎は、 北海道帝国大学医学部出身の産婦人科医で中島産婦人科院長。札幌市に生まれ、5歳の時に岩内に引っ越し、11歳までを岩内で過ごす。帯広に移り、私立帯広小学校を卒業、私立帯広第三中学校に入学する。1966年の夏には、 体調不良の母親が実家で一時療養するのに合わせて山形市に移り私立第6中学校に通うが高校受験のため4ヶ月で帯広に戻るその後帯広白洋高校を経て富士女子大学文学部国文学科を卒業する帯広白洋高校3年生の時文化祭で初めてステージを踏むこの時歌ったオリジナル曲は つぐみの歌である。大学時代は放送研究会に所属し、ローカルラジオ局でスタッフのバイトなどをする。北海道大学フォークソングのメンバーと交流を持ち、活発に音楽活動を展開し、コンテスト嵐の異名を取った。フォーク音楽祭札幌予選では、私の窓からを歌っている。1972年には、 フォーク音楽祭全国大会に出場し、私時々思うので入賞している。この時の音源は大会実況版として LP 化されている。後年、コンテストに出場したのは交通費や弁当代が支給されるので、バイト代わりでやったと述べている。大学卒業後は、帯広に帰り、家業を手伝う傍ら、アマチュア活動を続ける。 ジャズ喫茶オーディオのマスター、渡辺明が主催した自由集団の企画で多くのステージを踏んでいる。デビュー前に地元ではすでに多くのファンを獲得しており、オリジナル曲はすでに100曲以上存在していたが、それらの一部は現在でも音源化はされていない。1975年5月、財団法人ヤマハ音楽振興会の主催による、 第9回ポピュラーソングコンテストに傷ついた翼が入賞した。9月にはアザミ城のララバイでキャニオンレコードからレコードデビューを果たす。1975年10月の第10回ポピュラーソングコンテストに傷ついた翼から急遽差し替えた。時代によってグランプリを受賞し、11月の第6回世界歌謡祭でもグランプリを受賞した。 時代は12月に2作目のシングルとして発売。これをきっかけにミュージシャンとしての実力をヤマハミュージックの川上源一に見出される。その後中島は川上を現在に至るまでシフのように仰いでおり、中島のアルバムには今日に至るまでスタッフが記載されたクレジットに DAD 川上源一と記載されている。ヤマハ育ちでも ヒットが出ると離れていくミュージシャンが多い中で、中島はヤマハをそのまま自分の拠点としている数、少ないミュージシャンである。1976年4月、ファーストアルバム、私の声が聞こえますかを発表。その後現在まで、1年につきアルバム約1枚の、ペースでコンスタントに作品を発表し続けている。同年には、ケンナオコに提供した、シングル、 ララ LA とアバヨが大ヒットソングライターとしての名を世間に知らしめる。同年大晦日第27回 NHK 紅白歌合戦でケン・ナオコがララ LA で出場一挙に認知度を広める。翌1977年には歌手としても別れ歌が70万枚を超えるセールスを記録しミュージシャンとしての地位を確固たるものにした。作詞家 作曲家としても、戦術の健直子に提供した、カモメは、カモメをはじめ、桜田淳子、幸せ芝居、増田恵子スズメなど数多くのヒット曲を世に送り出し、大きな成功を収めた。数少ない出演番組の一つとして1977年から放送された、コッキーポップがある。その中で披露された、時代では、 第6回世界歌謡祭グランプリ受賞の様子がインサートされ、この空を飛べたらにおいては、加藤時子と共演している。歌手としてのブレイク曲、別れ歌が収録されていた1978年発表の4枚目のアルバム、愛していると言ってくれには、世上という楽曲が収められている。1981年に TBS 系ドラマ、 三年 B 組、金八先生の劇中に使用されて大きな話題を呼び、シングルカットされなかったにもかかわらず中島の初期の代表曲の一つとなっている。親愛なる者へ、以降、1985年発表のアルバム、ミス・エムまでの8枚のスタジオロックオンアルバムは連続で、オリコンのアルバムチャートで1位を獲得している。1977年発表のアルバム、 が、と、うから1996年発表のアルバム、パラダイスカフェまでの22枚のスタジオ収録アルバムは、連続で、同チャートで10位以内を獲得している。1979年、日本放送、中島みゆきのオールナイト日本がスタートし、番組においての軽妙な語り口が、リスナーの間で、大きな人気を集めた。九百八十年代前半には、 ミュージシャンとしてさらに大きな人気を集めており、1981年のシングル、悪女はオリコンのシングルチャートで自身2度目の1位を獲得し、1982年の年間チャートでも6位を記録。この曲のアルバムバージョンが収録された1982年発表のアルバム、寒水魚が同年のオリコンの年間アルバムチャートで1位を記録するなど、 1981年から1982年にかけてはその人気はピークに達した。1983年には、柏原芳恵に提供した、春なのに、が大ヒットし、第25回日本レコード大賞の作曲賞を受賞した。以降アルバムセールスは加工戦をたどり、1980年代、中期から後期にかけては、 サウンドアプローチや作風そのものについてもひたすら模索する時代が続いた。カイバンドのカイヨシヒロやクリスタルキングなどをプロデューサーに迎えてアルバムを制作したり、テッド・ジェンセンやラリー・アレキサンダーなどによるニューヨークでのミキシングなどに臨んでいる。1985年発表のシングル、冷たい別れでは、スティービー・ワンダーの服ハーモニカを大々的にフィーチャーしている。 中島は、後年になって、模索に励んだ1980年代中期を、振り返り、ご乱心の時代と称している。自らのレコードセールスが伸び悩む一方で、職業作家としては、工藤静香の、無語、ん、色っぽい、交差に吹かれて、などの作詞を担当した。ご乱心の時代は、1988年のアルバム、グッバイガールのプロデュースを手掛けた。 セオ13との出会いによって収まることとなる。中島にとって、これまで自分がやってきた、あらゆるスタイルに対処してくれるというセオは適人らしく、現在に至るまでのすべてのオリジナルアルバムで、アレンジ、プロデュース、演奏に携わっている。1989年からは、セオが、音楽監督として、名を連ねる演劇とコンサートを融合した、舞台、夜会を、 文化村シアター国運で、毎年12月に上演するようになる。夜会は中島にとってのライフワークとも言える舞台となり、1998年に、一旦、年一回の公演という形を終了し、その後は不定期で上演されている。1990年代の日本の音楽業界では、テレビドラマや CM との大アップによって、ミリオンセラーを記録するシングルが後を絶えなかった。 中島みゆきも例に漏れず、ドラマ、親愛なる者へ、の主題歌、浅い眠りをはじめとする3枚のミリオンヒットを、記録している。中でも、足立由美主演の日本テレビ系列、家なき子の主題歌として書き下ろされた1994年の、空と君の間に、は147万枚のセールスを記録した。1983年発表のアルバム、予感収録曲。 ファイト。との両英面扱いで発売された、このシングルは中島にとっての最大級のベストセラーである。この時期のアルバムはシングルほどかんばしい成果を上げるわけではなかったものの、1980年代後半よりも安定した成績を収めた。イーストアジアからパラダイスカフェまでの5作はすべて20万枚以上のセールスとなっている。 1996年にはベストアルバム大銀城がオリコンのアルバムチャートで1位を獲得し日本における女性ソロアーティストのアルバムチャート1位獲得の当時の最高齢記録を更新した1989年から始めた舞台夜会に自身がかけるウェイトはより大きくなり1995年以降に上演されたものは 書き下ろしの新曲を中心に構成され、より大掛かりなものへと変貌を遂げた。1999年には、文部科学省の国語審議会委員を務めた。この審議会の委員を務めた歌手は、中島みゆきだけである。2000年には25年にわたって在籍した、ポニーキャニオンを離れ、当時創設されたばかりで自らが、取締役、主要株主として、 経営にも参画するミニメジャーのレコード会社ヤマハミュージックコミュニケーションズに移籍以降現在に至るまでヤマハから作品を発表している移籍後最初にリリースされた中島のシングルが NHK のテレビ番組プロジェクト X 挑戦者たちの主題歌地上の星ヘッドライトテールライトである中島の作品にこれまで馴染みの薄かった 中高年層のサラリーマンを中心に大きな人気を集め、最終的にオリコンのウィークリーシングルチャートトップ100に連続174週にわたってランクインするという驚異的な記録を打ち立てた。発売当初は話題にならなかったが、プロジェクト X の人気が高まるとともに注目され、アルバム短編集には1曲目が地上の星、ラストが ヘッドライトテールライトという構成で収録された。このアルバムの発売にあたっては、ジャケットの使用をめぐり、岩波書店からクレームがつき、発売直前になって、急遽デザインが差し替えられるというハプニングも起こった。このロングヒットをきっかけに、中島は2002年の第53回 NHK 紅白歌合戦に出場。プロジェクト X 内でも取り上げられた。 黒部ダムからの中継で、地上の星を歌った。この時に、初めて、動く中島みゆきを見た人も多く、番組中最高の歌手別視聴率を記録。極寒の中で、極度の緊張から2番の歌詞を間違えたにもかかわらず、反響は大きく、地上の星、ヘッドライトテールライトは、翌年1月、発売から2年半近くを経て、シングルチャートナンバーワンに輝いた。 これはオリコン始まって以来のリリース後最長期間を経た1位獲得記録である。同時に1970年代2000年代まで4年代連続の1位獲得となった。2005年12月28日にはプロジェクト X の最終回に出演。スタジオで同番組エンディングテーマヘッドライトテールライトを熱唱した。 その影響で2006年1月16日、地上の星、ヘッドライトテールライトは2004年2月2日以来のオリコンシングルチャート1 0位件内帰り咲きを達成。通算オリコンシングルチャート1 0位件内、チャートイン記録を183周に伸ばした。1990年代前半から本格的に行うようになった海外でのレコーディングは2000年代からは、 主流となっている。近年では、アレンジ等に、ベックの父親として知られる、デビッド・キャンベルや、ビニー・カリウタ、ニール・スチューベンハウス、マイケル・トンプソンなどといった有名スタジオミュージシャンを迎えて、アルバムを制作するのが、毎年恒例となっている。1998年に一旦休止した。 夜会は2000年から再び不定期で行われるようになり、2006年のボリューム14-24次議零々自発は、東京においてはこれまでのシアター国運ではなく、青山劇場で、大阪では初めてシアターブラバにおいて上演された。2006年、第56回芸術戦勝文部科学大臣賞を受賞した。コンサートツアー2 0 0 5が評価されてのこと。 シンガーソングライターとしては初の受賞者。同年には時 o に提供した抽選の作詞が評価され、第48回日本レコード大賞の作詞賞を受賞した。2007年8月から新設のヤマハミュージックアーティストがマネジメントを行う。秋には2年ぶりの全国ツアー、コンサートツアー2007が行われた。2009年11月3日。 支持報奨を受賞。中島は受賞に際して、とコメントした。2010年10月から2011年1月まで3年ぶりの全国ツアー、中島みゆきツアー2010が27公演級会場で行われた。このツアーから各公演の様子を伝えるツイッターを開始した。2012年10月から2013年2月まで全国ツアー、 中島みゆき園会2012から3が27公演12会場で行われた。また、2013年11月から12月まで夜会工場と称する柄コンサートを開催した。2014年9月より NHK 連続テレビ小説マッサンの主題歌として麦の歌が使用され。 同年12月31日の第65回 NHK 紅白歌合戦にも出場し、同曲を歌った。中島にとっては2002年以来12年ぶり2回目の紅白歌合戦出場となった。松藤谷由美はかつてライバルはと聞かれ中島美雪さんと答え、テレビラジオなどでは美雪と呼ぶ。逆に中島は中島美ゆを時間拝借で、 松東屋と呼んでいた。1980年代以降、トレンドに合わせた楽曲でヒットを飛ばす松東屋由美と、己の道を行く、中島みゆきを、ガツと太陽、光と、影とするような対比が多く見られ、由美は、恋愛家の女王、中島みゆきは、失恋家の女王、女の情念を歌わせたら、日本一などと、よく形容された。当人同士は、 そうした周囲の対比を、さほど気にもかけていない様子である。同年代で、交友もあり、互いに認め合っている。1984年、中島のコンサートツアー、明日を打て。のパンフレットに寄稿した松東屋は、私がせっかく乾かした洗濯物を、またじとっと湿らせてしまう。小ぬかうのようと中島の音楽を表し、でも、そうやって、これからも一緒に、 日本の布地に風合いを出していきましょうと締めくくっている。中島は自身の著書、愛が好きですの中で松東屋のことを尊敬していると語っている。二人はこれまでにラジオで7回対談している。中島みゆきのオールナイト日本、ミュージックパスポート、松東屋由美サウンドアドベンチャー、インターネットラジオ、ウィークエンドスペシャル松東由美始めましたなど。 2020年11月27日にユーミンがテレビ番組中井正宏の金曜日のスマイルたちへに出演した際司会の中井正宏から同じ世代のミュージシャンをどう思ってるか例えばピンポイントで中島みゆきさんと質問した際もユーミンはすごいと思いますよすごい楽曲を生み出してるなって世界観がすごいなと思いますね と中島への賛辞を表し、他にも仲が悪い方が人は面白いかもしれないけれど、すごい好きですよ。彼女のこと。彼女も私のこと好きだと思います。と答えた。また、ライバルというよりも専友的存在の一人として谷山博子も挙げられる。谷山も中島と同じく、 ヤマハポップコイン出身ということや、オールナイト日本の構成作家が同じということから、交友があり、谷山が出演していたラジオ番組、谷山ひろ子のオールナイト日本に、たびたび出演するほか、後年、夜会ウィンターガーデンでも共演している。コンサートは現在でも、2000人から3000人規模の、ホールを中心に行っており、原則アリーナクラス以上の会場では、公演を行わない。 過去に、両国国技館、横浜アリーナ、大阪城ホールでは行ったことがあるが、日本武道館では一度も公演を行ったことがない。MTV チャイニーズのホームページ内、音楽評論家のアフターヌーンティーコーナーには、中島みゆきの創作力は、広く認められている。彼女の作品は、常に、香港や台湾の歌手にカバーされ、日本のみならず、アジア全域に、 中島みゆきの音楽が行き渡ったと言っても過言ではないと書かれている。膨大な数のカバー曲や日本音楽業界との密接な関わりにより中島のニュースは自治台湾の新聞でも見かけられる。中国時報、連合法の両新聞社の情報バンクだけを取り上げてもここ10年間における中島に関する報道は年間20件から30件ある。台湾の詩人。 そうよしみは、文学雑誌で、中島みゆきに関する評論を載せ、香港の評論家ゆさだちょうも、貧乏日報に、中島みゆきの名にちなむという文章で中島を、紹介した。作家、劉はじむちごも、中島の長年のファンとして知られ、自身の作品の中に、幾度も、中島のことや歌を書き上げたことがある。PV 集夜会ライブ。ありがとうございます。